韓国の F-35 戦闘機が添え機のこそえで危なかったんだってな。F-35 戦闘機って言ったら日本でも運用されている戦闘機じゃないか。それでどうなったの？入ってきた情報では、装置の故障で胴体着陸をしたみたいなんだよね。胴体着陸なんて一歩間違えれば大惨事になってたね。韓国の公式な発表によると、胴体着陸事故が起きたのは、2022年の1月のことで、訓練飛行を行っていた韓国空軍の第5世代ステルス戦闘機 F-35A 戦闘機1機が、操縦電子系統の不具合によって、3機ある着陸用の車輪が出ずに胴体着陸を試みて無事に成功させたという発表だったんだ。胴体着陸を無事に成功させたことで最悪の事態は免れたんだけど、ここで大きな問題が浮き彫りになったんだよ。もちろん100億円近い金額の戦闘機だからそのままってわけにもいかないよね。機体の修理を行わないといけないんだけど、これを修理するためには、アメリカ、オーストラリア、日本のどれかまで運ばないといけないんだよ。自国では修理できないのか？そうなんだよ。自国でできるなら問題はないんだけれど、それができないんだよね。今回はその辺の韓国の事情を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。今回起きた事故の胴体着陸というのは本当に一歩間違えれば大惨事になっていたんだ。韓国はこの時の状況を、こう話してる。F-35A 戦闘機の降着装置が作動しない状況で、胴体と地面との摩擦で発生する熱や火花からの火災の発生を防止するために、着陸前に残っている燃料を投棄して、その間に地上では発泡性の消火剤が撒かれ摩擦熱を軽減させる処置を取ったんだ。これにより胴体着陸に成功、パイロットにも怪我はなく、機体にもそれほど大きな損傷はなかった。韓国空軍は、起きた事故よりも、自分たちの対応が素晴らしかったから大きな事故にならずに済んだとドヤ顔で公表したんだよね。ああ、それは韓国らしいといえば韓国らしい公表への仕方だな。韓国空軍は今回の事故について、F-35 としては初めてのケースだったので、製造元のアメリカのロッキード・マーティン社の協力を受けて原因を調査するみたいなんだ。この間は、国内での F-35 の使用は中止するみたいだね。正直、日本には修理の機構にしてほしくないよな。韓国がまともに修理費用をすんなりと払ってくれるとは思えないんだよな。確かに、すごくありそうな話。韓国空軍では、約40機の F-35 戦闘機を導入してるんだよね。1機100億円近い金額だからね。今回の修理費用も莫大な金額になると思うんだ。確かに大勢の軍事評論家たちが、今回の故障の原因をアメリカのロッキード・マーティン社の責任にして、あわよくば修理費用を免れようとするんじゃないか？と心配されてるよね。100億円の戦闘機だからね、修理費用もびっくりの金額だろうね。2012年に F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機の F-22 ラプターが同じように胴体着陸事故を起こしたことがあるんだよ。この時の修理費用が、日本円で約38億円かかったと言われてるから、それと同等の金額は予想されるよね。修理だけで38億円かよ。ため息しか出ないな。この修理費用を韓国がすんなりと受け入れて払ってくれるのか？すごいお金にはシビアなイメージがあるんだよね。正直韓国のことだから、すんなりと払ってくれるとは思っていないだろうね。何よりも、修理費用が38億円程度で済まないってことも考えられるからね。どういうこと？アメリカで胴体着陸事故 F-22 ラプターは、そのままアメリカで修理されてるからさ。今回の事故は、韓国が F-35 を修理するために、アメリカ、オーストラリア、日本のいずれかに持ち込まないといけないってことだよ。韓国に F-35 を修理できる施設がないってことが問題なのさ。壊れたまんまの戦闘機じゃ飛んではいけないもんね。最新鋭のステルス戦闘機 F-35 には機密事項がたくさん詰まってるからね。北朝鮮なんかに F-35 の情報が漏れるなんてことはあってはならないから、韓国には、アメリカが指定する国際整備拠点を置くことはできなかったんだと思うよ。確かに、最新鋭戦闘機の情報が、北朝鮮になら漏れりゃ危なすぎるよな。韓国に整備拠点を置かなかったのが正解だと思うぜ。となると、韓国に一番近い国際整備拠点は、日本だよね。そう、愛知県の三菱重工業に国際整備拠点があるんだよ。普通に考えても日本政府が韓国の戦闘機の修理を受け入れるとは思えないよな。そりゃそうだよね。露骨な反日姿勢を示す韓国に日本政府もほとほと嫌気がさしてるだろうからね。韓国の戦闘機の修理なんて知ったことじゃないって感じだよね。大体よ、
一度は解決したはずの徴用工問題を蒸し返して、三菱重工相手に賠償金を払えって言ってきてるんだぜ。修理依頼なんて絶対に受けるかよ。それは、日本政府も三菱重工もわかってると思うよ。韓国のことだから、修理を受けてあげたとしても、いろいろと難癖をつけてお金を払わないだろうし、日本政府の中には、戦闘機の修理代を徴用工問題の賠償金で相殺してこようとすると、懸念している声もあるようなんだ。本当にありそうだもんね。これはちょっと笑えるんだけど、韓国政府は F-35 の整備や修理を日本で行うことを拒否してるんだ。ん？日本じゃなくて韓国が拒否してるのか？我が国の技術力と他国との関係があれば、日本に頼る必要はないんだ。と単価を切って、さらに自国の首を絞めてるようなんだ。技術力、笑える。他国との関係性、笑い通り越して呆れる。となるとだよ。今回の修理だけじゃなく、これから発生する定期的なメンテナンスや整備も、アメリカかオーストラリアに持ち込まないといけないってことだよね。運搬費用、さらに大きな時間のロスまで発生してしまうよね。F-35 の修理代、アメリカ、オーストラリアまでの運搬費、コストまで考えると、F-35 がもう一機買えてしまうような金額になるかもしれないね。そもそも、韓国は F-35 を40機近くも保有してるのになんで国際整備拠点の設置を許されなかったの？北朝鮮とのつながりだけが理由ではないでしょ？そう、それには決定的な理由があるんだ。以前韓国は F-16 戦闘機のブラックボックスをアメリカに無断で開けたことがバレたんだよね。その時にアメリカを激怒させてしまい完全に信用を失ってしまったわけなんだ。インターネット上では、今回の胴体着陸事故は韓国空軍の日頃の点検や日常整備が甘かっただけだろうと言われてるんだ。まあアメリカのロッキードマーティン社も、今後導入予定の国があることも考えて事故原因を徹底的に究明するだろうけど、ロッキードマーティン社では韓国のせいで、自社ブランドに傷がついてしまったと言っている役員もいるそうだけどね。そうなんだよな、最初から思ってたんだが、アメリカ、日本、韓国、オーストラリアとかなりの機体数が導入されてるんだぜ。そこで韓国の一機だけが故障による事故。これは、日頃の整備不足としか思えなかったんだよな。韓国側が、元々の機体の不良だと叫ぶならば当然アメリカも黙っていないだろうしね。もし韓国がアメリカに対してそういう態度を取るようならば、今までの経緯もあるから、もう韓国にはアメリカの兵器は使わせないって強硬手段に出ることも十分に考えられるからね。大丈夫だよ。韓国は日本にだけ強気だからさ、アメリカのような大きくて強い国には逆らえないでしょ。こんな戦闘機の修理一つに関しても、他国から信用がある国と信用がない国と明暗くっきり分かれるよな。韓国に関しては利合利得としか言えないけどな。そうだね。韓国が今までの行動を改め信用できる国になるには、時間がかかるだろうね。でも、今のまま変わらずに多席思考を捨てないならば、世界から総主観されるのは目に見えてるよね。国民性と言ってしまえばそれまでだけど、そろそろ変革の時が来てるんじゃないかな？それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識はこれ、今、北京オリンピックがあってるよね。知ってる、日本メダルたくさん取ってるよね。競技に、カーリングがあるんだけど、そのカーリングのストーンっていくらか知ってる？ 5 万円とかか。いやいや、3万円ぐらいだろ。正解は、カーリングのストーンは1個10万円以上するだよ。思ったより高いな。ちなみに、1セットで160万円だよ。ってことは、10万円をぶつけ合ってるってことなんだね。まあ間違ってはないな。ってことで、僕の豆知識コーナーでした。いつも動画を見てくれてありがとう。また見てね。日本頑張れ、日本チャチャチャ。絶対に韓国に負けるな。日本頑張れ、日本チャチャチャ。絶対に韓国に負けるな。Thank you.
韓国が自画自賛している自国製戦闘機といえば KF-21、通称ポラメと呼ばれる戦闘機だよね。なんと、この戦闘機をインドネシアが購入しようとしているとのニュースがあるんだ。それって大丈夫なの？だってあの韓国製だよ。心配するのも無理はないな。そもそもこのポラメ戦闘機、インドネシアとの共同開発プロジェクトとして始動したものだが、あまり情報が出てこなかったのでどうなっているのか気になっていたところだぜ。ここに来てついに、ポラメ戦闘機がデビューすることになったようで、多くの軍事アナリストが注目しているのみたい。どれだけの笑い話を作り出してくれるのか、注目しているのかも。そうかもしれないね。さて今回は、このポラメ戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このポラメ戦闘機、韓国航空機メーカーの KAI 韓国航空宇宙産業が開発を進めていたもので、2021年4月には慶尚南道にある四川工場において、KF-21 の出庫式を行ったんだ。出庫式とは何かと思うだろうから説明すると、要するに倉庫から出してその姿をお披露目したというのが事実で、試験飛行をしてみせたわけではないから、実はハリボテだったんじゃないか？なんて揶揄する見方をする軍事アナリストもいるぐらいなんだ。実は KF-21 戦闘機、韓国初の国産戦闘機であり、開発コード KFX と呼ばれていた機体のことだよ。韓国政府は21世紀の先端航空宇宙分野での躍進、21世紀における韓国空軍の飛躍、21世紀の朝鮮半島を守護する国産戦闘機といった意味を込め、正式名称を KF-21 と命名したみたい。なんとも仰々しいビジレイクばかりを並べ立てているが、自国の防衛すらアメリカに依存している状態の韓国が、ここに来て自主自尊するとでも言うのならば、KF-21 はそのフラッグシップ機として崇められても問題はないだろうぜ。そして韓国空軍は、KF-21 に若い大鷹を意味するポラメという愛称をつけたんだって、自国がまだ若い存在であり、これから飛躍するという意味であればなんとも猛々しいんだろうけど、それとは相反するような行動を繰り返している韓国なので、名前負けしなければいいなと思うよね。とは言っても、自国で戦闘機を開発するだけの技術を持っていることは正しく評価してあげたいと思うよ。ただし、アメリカなどからの技術の盗用がなされていなければ、という話だけどね。ちなみにポラメ戦闘機、出庫式の後からも開発が続けられており、2022年中に初飛行が予定されているとのことだったが、気になるのはポラメ戦闘機のスペックだよな。現在の世界各国の最新鋭機が第5世代と呼ばれていることを考慮すると、ポラメ戦闘機のスペックは、甘く見積もっても第 4.5 世代を言うべきポテンシャルに落ち着くというのが、多くの軍事アナリストの見方になっているぜ。韓国軍の発表によると、ポラメ戦闘機の最高速度は超音速を発揮することができるとし、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発して搭載する予定とのことだよ。最終的には、国産化率を 65% 以上に高めたいとしており、現在は外国産の部品を搭載している部分であっても、継続して国産部品を追加装備することで改良させ、自国製戦闘機としてさせる計画としており、脱アメリカを目指していると受け取られてもいい発言を繰り返しているんだ。実は韓国、自国製戦闘機の開発はこれが初めてではなく、練習機の部門から自国製戦闘機の開発に着手しており、実際に開発された国産 T50 練習機の国産化率は 59% に達しているなど、あながち技術を持っていないわけではないというのが実情みたい。とは言いつつも、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発することができるのかといえば、その能力には疑問符がついちゃうんだ。実際、アメリカに技術供与を求めたようなんだけど、アメリカは過去に韓国にしてやられたことがあり、そっけなく断られてしまったんだって。というのも、韓国空軍が現在主力として使用している戦闘機 F-15K の製造において、韓国はアメリカの技術を無断で盗み見ようとした前科があるからな。そもそも F-15K は、主要部を除くパーツをアメリカより持ち込み、韓国企業が現地で組み立てる方式であり、国産機と言いつつもその大半はアメリカで製造され、アメリカによって秘密の部分ブラックボックスが多数盛り込まれている機体となっているぜ。それを知っていて韓国は、ブラックボックスの指定されている暗視装置を分解し、その技術を自国のものにしようとしたみたい。面白いのは、韓国の関係者はアメリカがブラックボックスに仕掛けてある細工も知らなかったことだね。当然、ブラックボックスに触れたことはアメリカにも伝わるんだけど、この時の言い訳がよくわからなかったと子供じみたものだったらしいよ。国際社会でそんな言い訳通用するわけないじゃん。子供のいたずらじゃないんだから。そんな子供のような国に、
自国の最新技術を供与するわけにはいかない。アメリカがそう言ったか言わないかはわからないけど、前科がある以上アメリカは韓国に何も与えないだろうね。ちなみに、韓国が不正流用した技術はたくさんあって、アメリカからは対艦ミサイルや多連装ロケットシステムなど、重要でかつかなりの技術を盗んでおり、最低でも20種類前後に上る模様だよ。この、同盟国としてあるまじき裏切り行為は数多く、アメリカは韓国に技術供与することをすでに放棄しているとも言われており、すでに同盟国とみなしていないのではないかとも言われているんだ。そんな韓国が作ったポラメ戦闘機は、アメリカから盗んだ技術がたくさん搭載されている、とも言える機体で、これから先のバージョンアップは、アメリカから技術を盗めない以上、このままロースペックでとどまってしまうことは先が見えているんだよね。それを知ってか知らずか、ポラメ戦闘機の出庫式典には、韓国政府及び軍高官だけでなく、共同開発国であるインドネシアから国防長官をはじめとする同国政府代表団、両国の防衛産業関係者や各界要人が参加し、大々的に行われていたみたい。ポラメ試作機は様々なテストなどを経て2022年初頭に初飛行を予定しており、以後2026年まで様々な評価試験を実施した後、開発を完了させると言われているけど、それまでにアメリカ様の良い技術を与えてもらえる盗むことができると良いね、と嫌味を言いたくなるのも無理はないよ。でも、韓国からインドネシアがすんなりとポラメ戦闘機を購入するかといえば、そのことについても疑問符が残る現実があるんだ。というのも、インドネシアと韓国との間には、潜水艦をめぐるトラブルが存在しており、それが明確に解決されていない実情があるから、韓国は、自国製潜水艦をインドネシアに輸出したんだけど、実は自国製と言いつつも、ドイツ製の潜水艦をライセンス生産して販売するだけの下請けレベルの話だったんだ。もちろん、ドイツだってブラックボックスをちゃんと確保しており、燃料電池式の非待機依存推進装置を実装しているものの、この部分はブラックボックスとして韓国には一切情報を漏らしていないみたい。でも、韓国はこの非待機依存推進装置の部分も込みでインドネシアに商談を持ちかけ、インドネシアもそれならと購入に踏み切ったんだ。では実際にどうなったかといえば、ドイツは当然その部分はダメだとライセンス生産を拒否、インドネシアもそれじゃあ先行日数のスペックを満たしていないと契約そのものの破棄を匂わせるありさま。この問題は2022年になっても解決していないよ。それでも、ポラメ戦闘機の件についてインドネシア側が態度を軟化させた背景には、韓国からではなく、他国から高性能な潜水艦を調達できる可能性が生まれたからではとも言われているんだよね。潜水艦の件では、もう韓国を相手にしないけど、その代わりに本家本元のドイツと直接取引をする、被害者同士の国としてうまく話がまとまったのでは、とも言われているんだ。こんなことになるなら、ドイツは最初からインドネシアに潜水艦を売り込めばよかったのに、と思う人もいるんだろうけど、そこは狡猾なドイツの国民性、経済的に仲の良い中国を刺激したくなかったってわけ。インドネシアと中国は経済的にも紛争を抱えているし、南シナ海における中国の強引な領土確保にインドネシアは真っ向から反発しているだけあって、ドイツとしては中国の機嫌を損ねたくない事情があったみたい。そこで、ライセンス生産を許している韓国から潜水艦を売る。そうすると自分たちにも利益があるし、中国様のご機嫌を損ねることもないってところかな。こういうところは日本にも見習ってほしいとは思うが、どうなんだろうな、実際。インドネシアだって、韓国に対してはかなりしたたかみたいだよ。ポラメ戦闘機の開発費用の分担について、韓国と当然揉めることになったんだけど、2021年11月になってようやく合意に達したんだ。ポラメ戦闘機の開発に要する費用の2割、約1600万円相当。これは当初の計画通りだったんだけど、インドネシアは支払いに応じることになったってわけ。ただし、この金額のうち3割相当は天然ゴムなどの資源で現物納付することを韓国に認めさせたそうだし、韓国としては外国に同士の取引は基本ドル建て獲得の機会をやや失った形になったんだけど、計画そのものをキャンセルされるよりは良いと妥協したんだろうね。あらゆる面で中途半端さが目立つポラメ戦闘機だけど、順調に開発が進めばローコストで購入できる近代的な戦闘機であることから、発展途上国が購入するかもしれないね。アメリカから直接武器を売ってもらえない国とか、第三国を経由して購入したいという国、様々な事情を抱えている国が、カタログ通りの性能を信じて購入に手を挙げるかもしれないよ。だけど、
韓国の製品にスペック通りのものが果たしてどれくらいあったんだろ？その点は、世界中に広めておきたいと思うんだけどな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国がドイツの潜水艦技術を入手し、自国で建造した潜水艦を近頃収益させることになり、韓国国民の意識が高まっているみたいだね。我が国は独自の技術を持っている、と褒めたたえているが、それはあくまで表向きの話だぜ。あの国は自尊心と承認欲求の塊だもんね。尊敬すら覚えるほどだよ。それも盗んだ技術ともなれば、呆れて物も言えないな。そうだね。今回は、ドイツの潜水艦や戦闘機事情を詳しく見ていこうと思うんだけど、韓国に技術を盗まれてしまうぐらいの手たらくとは、技術大国のドイツとは思えない話だよね。そんなドイツの事情、皆さんと詳しく見ていこうと思うよ。それじゃあ行ってみよう。かつては U ボートで名を馳せたドイツ海軍の潜水艦だけど、第二次大戦後も当時の技術を継承し、潜水艦輸出国として君臨していたよね。だけど、近年はその勢いはすっかり影が薄くなってしまったよ。潜水艦のみならず、その他の軍備にしてもドイツ軍の迷走ぶりは何とも言い難いところなんだよね。例えば、老朽化した戦闘機ユーロファイターの初期型であるトランチ1、マルチロール戦闘攻撃機トーネード IDS、この2機種の後継機について、本来であれば独自開発を行うはずのドイツ空軍が、なぜだかアメリカ製の第5世代戦闘機 F-35A ライトニング2を候補に挙げ、方針の迷走が顕著だったよな。もともとドイツは、フランス、スペインと共に第6世代次期戦闘機 FCAS の開発を進めているんだけど、運用開始までに相当の時間がかかることから、それまでのつなぎとしての後継機種を探していたわけで、それがなぜかアメリカ製という不可解な判断に至っているようなんだ。結局この話、NATO 加盟国の取り決めで攻撃機は核搭載能力を保有していることと決まっていることから、F-35A にはその能力がないために断念せざるを得なかったんだよね。その後、トーネードの後継機種にはアメリカ製の 4.5 世代戦闘機で、核搭載能力を持つ FA-18 スーパーホーネットを45機調達することに決定し、結局アメリカ製か、と国内外から突っ込みを受けることになってしまったんだ。ちなみに、ユーロファイタートランシェ1の後継機種はアップグレードされたトランシェ4を38機調達することとなり、ダンザ型30機、スクザ型8機の契約を2020年11月にユーロファイター社と交わし、次世代戦闘機導入問題はこれで当面の解決を得たぜ。そして、この戦闘機問題が起こっていた時に、同時に巻き起こっていたのが潜水艦にまつわる問題だな。その問題って、ドイツ海軍が誇る通常動力潜水艦212型と輸出用の214型のトラブルが相次いでいたんだ。ドイツの214型潜水艦は、輸出用として設計された通常動力潜水艦で、水中排水量2000トン全長65メートル最大幅 6.3 メートルのスケールを誇るものとなっているよ。推進機関は、ディーゼルエンジンと燃料電池方式の非対機依存推進システム AIP ハイブリッドで水上12ノット、水中20ノットの速度を発揮する、現代の潜水艦に求められる性能を十分に有しているタイプだね。2000年にギリシャ海軍に対して4隻を納入する契約を結び、その一番艦はキールのホバルツベルケにあるドイツ造船 HDW で建造、3隻はギリシャのアテネにあるヘレニック造船所が建造することになっていたんだ。だけど、一番艦を受け取ったギリシャから水漏れ等のトラブルが相次いだことを理由に、納入を拒否される事態に陥ったんだよね。この問題は後を引き、2008年に一番艦パパニコルスをドイツ自身で調査した結果性能に問題はないと結論が出たことで、2番艦以降はギリシャによるライセンス生産が再開され、当初の予定よりも10年遅れで4隻すべてギリシャ海軍に引き渡される事態になったんだ。ドイツと同様の契約を交わしていた韓国では、9隻の潜水艦を契約していたんだけど、1番艦ソンゴニルは浸水後にスクリューからのノイズがひどく、潜水艦に必要な静寂性がほぼないありさまで、これでは実戦に使えないと激怒したよ。結局、スクリュー軸を交換するなど対応を施したんだけど、2011年には艦橋部分と甲板をつなぐボルトに欠陥が見つかり、完成収益していた3番艦までの運用が停止される事態となってしまったんだ。この件も、ドイツ HDW から技術者が派遣されて改善講義を実施し、とりあえず解決させたんだが、
その後もトラブルは続いたぜ。すでに就航済みの潜水艦全艦で燃料電池が停止するトラブルが発生したほか、潜航中に発生する水中騒音が韓国海軍の要求を上回っていたりと、とにかくトラブルが絶えないんだ。挙句の果てには、3番艦安住根のスクリューに亀裂の発生が発覚するなど、前代未聞のトラブルばかりが頻発したんだよね。ただし、2番艦以降はあくまで韓国によるライセンス生産だから、そのトラブルのすべてをドイツのせいにするのは少々早計だよね。214型の設計上の問題というよりは、お客の品質管理が間違っていただけのことなのに、結果的に214型の評価が下がってしまったことは気の毒というほかないよね。韓国に関わるとろくなことにならないよね。実際、トラブルに見舞われたギリシャは、その後1番艦の問題が解決した後はトラブルに襲われることはなく、他に214型を導入したポルトガル、トルコでは特に大きな問題は発生していないことからも、ドイツ製潜水艦の品質そのものを疑問視する必要はないと思うよ。実際、ドイツ海軍の潜水艦には光り輝く技術も数多くあり、例えば近年ドイツ海軍が採用している 212A型潜水艦は214型をベースにして開発された、代表的な潜水艦となっているよ。212A型潜水艦は、海上自衛隊の操縦型太平型と同じ X 火事が採用されていたり、PEM 燃料電池の採用により長い潜航時間を持つ通常動力型潜水艦として、十分な性能を有していると言えるんだ。212A型潜水艦は、ドイツ海軍が6隻を運用しているほか、イタリア海軍が4隻、2017年に戦略的パートナーシップを締結したノルウェーとは、求めに応じて 212CD 型を新規開発し4隻を運用するまでに至っているよ。実は、ノルウェーとの契約については、ドイツが2隻分を建造することになっていたが、ノルウェー国内で開発費負担に伴う妥当性を問う政治的な動きが生まれ、プロジェクト自体が4年間凍結されていたこともあったぜ。あらせて、2017年冬季にドイツ海軍が運用していた 212A型では故障が相次いでいたことがあり、ノルウェーの信頼をより逆なでする結果にもなっていたな。旧型の U35 潜水艦が頑張っていたドイツだけど、この U35 潜水艦が故障により稼働不能になったことも重なり、2017年の一時期、ドイツ海軍には稼働している潜水艦が1隻もない状態が続いたことがあったんだ。さらに、2019年5月には U36 がノルウェーのハーコンスバーン海軍基地を出港した直後に艦底が海底に座礁して損傷し、保有する 212A型6隻のうち稼働可能な艦が22隻になってしまうありさまで、ドイツ海軍の潜水艦をめぐる運用の迷走ぶりや、自国の水域における事故の頻発により、ドイツそのものの潜水艦操艦技術の低迷を危惧する声が上がったんだよね。その後、212CD型についてはノルウェーとの契約において進展が見られ、212CD型潜水艦6隻の建造費50億ユーロに、ノルウェーが払うことになっていたドイツのキッセンクルップ社への開発費を加えて新たな金銭負担の枠組みを構築したよ。建造する潜水艦6隻分をドイツとノルウェーが共同購入することで、事実上開発費を折半した形の契約を結び直し、ノルウェー向けの潜水艦が2023年から建造を開始することになったってわけ。引き渡しは、2029年に1番艦がノルウェー海軍に2029年、その後ドイツ海軍へも2032年に引き渡される計画となっているよ。それにしても、かつて大西洋の海を暴れ回った U ボートを誇るドイツが、ここまで潜水艦でトラブルを起こすとは、誰が思っていただろうね。猿も木から落ちるって感じかな。過去の栄光っていうほど落ちぶれてもないと思うし、かつての第一次世界大戦、第二次世界大戦で多大な犠牲を払いながら、アメリカやイギリスを恐怖に追い込んだ U ボートだったけど、その後継者である現在のドイツ海軍にはその栄光を忘れてしまったって声も実際に上がってるんだよね。第二次世界大戦において、枢軸国として同盟国であった日本の海上自衛隊は、あれから努力を重ねて世界に誇る高性能潜水艦を保有することに成功し、潜水艦運用や潜水艦船における高い技量を持っていることを思えば、このギャップがなんだか残念でならないんだろうね。ドイツは、島国の日本と違い、NATO 加盟国においての海軍に力を置かず、空軍と陸軍を充実させている国ではあるものの、それにしても潜水艦を輸出している国にしては、自国の潜水艦の稼働率が低いのは、いかがなものかと思うな。それに、今まで数多くの国がドイツの潜水艦技術を頼り、
多くの国と契約を結んできただけで、技術を盗んだ韓国は曲がりなりにも自国の力でドイツの潜水艦を建造できるまでになったわけですから、ドイツの手いただくら見るに見かねるかもな。今後、潜水艦をはじめとする様々な軍事技術を輸出しようとしているなら、潜水艦のトラブルの数々は、ドイツの評判を落とすだけかもね。ましてや日本も防衛装備移転三原則を策定し、高性能潜水艦の輸出に本腰を入れ始めているから、特に、2010年代には小型潜水艦と同型艦の輸出を試み、オーストラリアに対してプレゼンを繰り返していたけど、最大のライバルであったフランスが、建造場所などで柔軟な姿勢を見せたことで先を越されてしまったよ。最新の技術を持っている日本が、売り込み方を心得てきたとき、ドイツの牙城はあっけなく崩れる、そんな気がするね。そもそも、ドイツが今後も潜水艦輸出国として君臨し続けることができるのかは、はっきり言って微妙なところではあるな。ドイツ海軍の現状を見る限りでは、新興国に追い越されるのも時間の問題かもしれないけど、どうにか挽回してほしいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。